注目の3番人気11番桜爆心王、キラリと光るものを持っている私一押しの馬娘ですね。ライバルたちは強力ですが、凱旋門賞という大舞台での奮闘に期待したいですね。いざ爆心。世界の頂点を目指す馬娘たちが集う最高峰のレース、凱旋門賞。1番人気はもちろんこの子、ベニスパーク。続く2番人気はリガントーナ、フォア賞を制した桜爆心王。3番人気です、注目株の馬娘だ。前哨戦に引き続き凱旋門賞制覇となるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ベニスパーク。日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目は桜爆心王。託された希望が勝利への力に変わります。ジンクスを打ち破る時が来ました。各馬娘これから森を駆け抜ける上り坂へと向かっていきます。9番快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。現在1番手は9番、続いて19番、あとは3番、あとから6番、ここまでが先頭集団。さらには9番、その外並んで19番、内を回ります。3番、1馬身離れて6番、その後ろ桜爆心王。日本の期待を背負った一人です。ライバルたちの出方を伺っているようですね。第3コーナーを回って下り坂、馬娘たちが続々と下っていきます。その後5番、2馬身離れて13番、外から里のダイヤモンド。日本のファンの声援は届いているでしょうか。レース運びに注目です。さらに外10番、その内並んでベニスパーク。そしてその後ろから行くのは17番、まもなく第4コーナーカーブ、残り 1000m を通過。さあ外から先頭を伺うのは9番ベニスパーク、まだ抑えたままだ。桜爆心王前を狙っているぞ。9番、ここで抜け出した。レースはすでに後半戦、これから偽りの直線フォルスストレートにかかります。勝負は最後の直線に持ち越された。さあここからが勝負どころです。さあ内から先頭を伺うのは桜爆心王。さあ大舞台の直線勝負、先陣を切ったのは9番桜爆心王。完全に抜け出した。頂に通じる最後の道残り400、抜け出したのは桜爆心王。日本の希望だが後続も追いすがる。最高栄誉まで残り200、凱旋門賞は目の前だ。桜爆心王足色は衰えない。先頭は桜爆心王、追わない。1着は桜爆心王。最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのは桜爆心王。前哨戦に次ぐ見事なレースで凱旋門賞の栄誉をつかみ取りました。2着にはリガントーナ、3着はベニュースパーク。爆心的